いやもうね、素晴らしかったです。なんかもうなんて表現したらいいの、見たことない世界でした。もともと映画はもちろん見せていただいたことがあって、でもディズニーの世界を舞台で展開するってこういうことなんだみたいな。もう色もそのセットもお衣装もキャストの皆さんの動きも何もかもがディズニーで、なんか本当に映画を見てるんだか、アニメを見てるんだか、舞台を見てるんだか、私今どこにいるんだろうみたいな。で、そのセットもそのお家がこうパーって開いてくる時が、なんかこう素敵なお家、リアルなお家でいながら、上の方がちょっと折りたたんだおもちゃのお家みたいになってたりして、すごいファンタジーとリアルがこう素晴らしくうまく入り混じっていて、本当に。そしてなんか、まあ、もちろん有名なストーリーですけど、その中にこう大人になってから見るといろんなメッセージが込められていて、もう音楽も素晴らしいし、踊りも素晴らしいし、もうとにかく何もかも素晴らしかった。隙のない素晴らしさでした。もう楽しかったです。もう忙しくて疲れている現代人には、もう全ての人に見ていただきたい。なんかこの時3時間こう現実を忘れて夢の世界にどっぷりと浸らせてくれる。もう期間限定なので、ぜひぜひ時間を作って、絶対に。それで私今日は浜田恵美さんと柿澤さんの組み合わせで見せていただいたんですけど、もう全パターンで見たい。なんかきっと、まあ、ストーリーはもちろん変わらないし、何もかも変わらないんですけど、まあ、キャストさんが変わったら絶対また違うなんかカラーも出てくるだろうなと思うので、期間限定ですよ。見逃したら大変。ぜひ見ていただきたいです。